こんにちは。この12ヶ月ストレッチ計画では1年間毎月異なるストレッチにチャレンジをします。一緒にチャレンジをして1年後のしなやかな体を目指していきましょう。今回はアクティブストレッチクールの3回目。今日は肩甲骨や背中周りの肩関節周辺の筋肉を伸ばしていきます。肩関節周辺をほぐしていくと猫背、肩こりの予防や改善が期待できます。では実際に行っていきましょう。それではアクティブストレッチ最初の種目、胸のストレッチを行っていきましょう。それでは一緒に行っていきましょう。まずはマットに体育座りをしていただいて、両手を後ろについてセッティングしていきます。この時に指先は正面を向くように行っていきましょう。ではここから肩甲骨を少し寄せて、胸をぐーっと天井の方に引き伸ばしていきます。それでは30秒間伸ばしていきましょう。この時に肩と胸の間にストレッチ感を感じていただければ大丈夫です。もっといけるよって方は体の中心に手のひらを寄せて強度を上げてみてください。きつい方はそのままで結構です。鼻から大きく呼吸を吸って、口から吐きながら行っていきましょう。はい、OK です。それではいける方はここから少しチャレンジをしていきましょう。このままブリッジの姿勢をとって10秒間ほど行っていきます。ではお尻を地面からぐーっと持ち上げて、膝から肩までが一直線になるようにキープしていきましょう。それではスタートです。かかとでぐーっと地面を押し込んで、裏太ももとお尻をしっかりアクティベートしていきましょう。はい、OK です。お疲れ様でした。それではアクティブストレッチの2つ目の種目を行っていきましょう。背中のストレッチです。それでは一緒に行っていきましょう。まずはマットを縦に使っていただいて、自分の肩幅と同じぐらいで手を広げていただいたら、膝をついてお尻をぐーっと後ろに引っ張っていきましょう。 できればご自身の胸が地面に近づけられれば、さらにストレッチを深めていきましょう。でこの時に脇の下、そして肩甲骨の下あたりに伸び感があればバッチリです。でさらに余裕があるよという方は、両手を体の内側に近づけた状態で行ってみましょう。呼吸を多く鼻から吸って、口から吐きながら行っていきます。それではもっといける方向けに、体を少しねじったポーズもとっていきましょう。右手を左の脇の下に通していただいたら、ここからさらにお尻を引いて、右の背中だけストレッチをかけていきましょう。右の肩とご自身の右のヒップを少しこう離すようなイメージでストレッチをかけていきます。はい、OK です。それでは反対側の方の手も行っていきましょう。右の脇の下にご自身の左手を通して、体をお尻引きながら少しねじるようなイメージで引っ張っていきます。でこの時に肩の関節少しきついよって方は、少し体を休めながらやってください。さあ左の肩と左のお尻を少し離しながら行っていきます。はい、 OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日ご紹介した胸と背中のストレッチを継続的に行うことによって肩こりの予防改善になりますので、ぜひ皆さん毎日チャレンジしてみてください。また前回動画でご紹介した筋膜リリースを同時に行うことによって、より効果的にストレッチ可能ですので、そちらもご覧になってない方はぜひチェックしてください。今回でアクティブストレッチのクールは終了です。1クール目は筋膜リリースで筋膜をほぐし、2クール目ではアクティブストレッチで筋肉を伸ばし、大きな筋肉を柔らかくし、動きやすい体にしてきました。そして次の3クール目は関節モビリティです。関節モビリティのクールではさらに体の可動域を増やすストレッチを紹介していきます。ぜひ頑張っていきましょう。ファンケル TV ではこれから他にもたくさんのストレッチを紹介していくので、ぜひ続きもご覧ください。今日はお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。